外出先の感染症対策に手軽に持ち歩ける紙石鹸が人気です。まずやってきたのは福岡市天神のインキューブ。ありました、紙石鹸。いろんな種類がありますね。ちょっと和風ですね。米ぬか。こちらで人気なのが米ぬかや炭、コラーゲンなど保湿や洗浄成分がプラスされた紙石鹸。早速使ってみると、ぬるぬるしてきました。おー、細かい泡が立ってます。おー、しっとり。米ぬかのせいか、すごく手がしっとりしてます。続いてはこちら、100円ショップのダイソーにもありました紙石鹸です。コンパクトなケースに入った紙石鹸は全部で4種類。色もカラフルで全種類集めたくなりそうですよね。一時は品薄になったほどの人気商品なんだそうです。小さいですけどしっかり泡が立ちます。洗い上がりさっぱりで、しっかりなんか汚れが落ちたような感じがします。さらにこんなおしゃれな紙石鹸も。岩田屋にあるインテリア雑貨の専門店混乱ショップで見つけたのはこちら。まるで絵画のようなデザインはフランスの老舗美容専門店オフィシーヌ・ユニベルセル・ビュリーの紙石鹸です。めっちゃいい香りです。高級感があって、もうなんか贅沢な気持ちになるような。わー、すごい滑らか。おー、泡立ってきました。キメが細かい泡が立ちます。あー、ツルツル、すごい。そしてもうなんかこう森の中にいるような優しい自然の香りがします。これはすごい。ちょっと贅沢な紙石鹸はプレゼントにもぴったりです。手洗いの時間が楽しくなりそうな紙石鹸、皆さんもぜひ探してみてくださいね。